皆さんこんにちは、アシモです。こんにちは、ホンダウェルカムプラザ青山へようこそ。アシモ、調子はどう？バッチリです。皆さんはお元気ですか？今日は私アシモを開発してくれたホンダについて紹介しますね。ホンダには創業当時から続く思いがあります。それはこちらです。技術は人のために、技術で皆さんの役に立ちたい、これはずっと変わらないホンダの思いです。人々の暮らしを見つめる大切さはこの言葉に込められています。私たちホンダはそこから生まれる笑顔を大事にしています。私もこういった開発者の思いから誕生しました。ホンダは人の生活の中で役に立てるロボットを目指し、1986年から研究開発を始めました。これは世界で初めて発表された人型ロボットの E2 です。私の先輩です。かっこいいですね。さらにホンダはロボットをもっと人に寄り添える存在にしたいと考えました。人の生活の中に溶け込むサイズや重さ、丸くて柔らかさを感じるフォルム、そして人のように歩けること、それが私です。人の生活の中で役に立てることを目指し、アシモは誕生しました。アシモ、皆さんに特技を見せてくれる？走ったりジャンプしたりできますが、今日はゴールキックをしましょう。ここからはモニターに私から見た映像を映しますね。皆さん改めましてこんにちは。ぜひ後ろにご覧いただいている方も、前のステージ前の椅子まだ空いてますので、席で座ってご覧ください。もう早速手を振ってくださっている方もいますね。このモニターには今アシモから説明があった通り、アシモが実際に見ているアイカメラの映像が映っています。手を振ったりして、どんな風に皆さんが足元の目に映っているのか、モニターを通してご確認ください。そうだ、足もせっかくだからボールキックの前に他の特技も見せてほしいな。例えば歌とかダンスとかできるかな？どちらがいいですか？皆さん、今日は足もがリクエストに応えてくれるみたいです。歌かダンス、どちらがいいか多数決で決めたいと思いますので、手を挙げて教えてくださいね。歌はアシモが指先を上手に使って手話をしながら歌うところか、楽しそうにダンスをするところ、どちらが見たいか聞きますので、手を挙げて教えてください。では最初に手話を使って歌を歌うところを見たい方、ありがとうございます。では続いてダンスを見たい方、今日はダンスが多いので、ではダンスにしましょう。足もよろしくね。はい、わかりました。ではダンスをご覧ください。皆さんどうぞ手拍子をお願いします。ありがとう、皆さんも手拍子ありがとうございます。